イスクレです。今回はバランの証ガチャ100連分回していきたいと思います。というのもいくつか理由があって、まず一つ目は太鼓等級が初めて排出されるガチャってことで、その実力はどうなんだいっていうことを知りたい。二つ目が今新規の方とか復帰者の方っていうのが僕の配信で肌感で感じるほどめっちゃ増えてるんですよね。そうで、その方たちが課金で購入するものとしてガチャを回すためのチケット、まあ暗いバランの証パック、これを購入するのは兄なのかということ。三つ目はやっぱりガチャ回したいよねっていう気持ち。そうですね。でも今回結構まあ検証的な意味合いがね強いのかなっていう風に思います。皆さんも一緒にこのガチャがどういうものなのか感じていきましょう。それでは早速行ってみよう。じゃあまずは今回のガチャの排出確率、まあね何が出るのかっていうのを見ていきましょう。こちら、はい、こんな感じになってて、まあバランの、まあハルムですね、ハルム用のヤーツ、バランのメイン補助武器が 0.01%、 バランの防具が 0.01、 これがまあ大当たりですね。まあ GVG とかでめちゃめちゃ強くなるような戦闘力がっつり上がるようなものが入ってると。で、エリアンのやつは、0.05 ずつ。武器、防具、ともに 0.05 らしいですと。で、深淵アクセは、5つ出るんですけどもね、5種類。全部合わせると 0.04% となっているという感じ。まあ、わかりやすく目に見えて戦闘力で上がるであろうものをピックアップしたんですけど、こうやって見るとパッと見は確率高くないし、なんだろうな、そんないいんかって思うんですけども、ただね、このガチャって、いろんなもんが出るんですよ。それが、こちら。深淵アクセの制作で必要になるであろう、釈迦というの交換証書や、古代の石板、あとは討伐推薦書、深淵の凝縮された黒いオーラや、ボス装備の破片箱、などなどですね。まあ、めちゃめちゃいっぱい出ると。まあ、実用性の高いものがたっぷり詰まっているんですよね。まあ、バランの証はイベントでもガッツリ稼げるようになってるんですけど、割と新規復帰者の方が出て、まあ、嬉しいのは、僕意外と深淵の凝縮された黒いオーラかなって、っていう風に思うんですよね。てのも台湾版で最近新規アカウントやったりとかまあしてるんですけど、深淵の凝縮された黒いオーラがっつり使えば闇精霊のレベル一気にバカほど伸びる。もうマジやばい。なんで今回は100連を回した中身、そういったとこもまあ詳しく見ていこうと思います。ってことで、バッグの中身は何もなしの状態、まあガチャだけの状態で、まあ、パールバッグはこういった形になっていますよっていうところですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。楽しいガチャのお時間、いやめちゃめちゃ久しぶりなんで、ちょっとガッツリ楽しんでいこうかななんて思います。しゃー、回していくぞー。まず一発目いきます。幸先あり、一個しか引かんねー。全体タップでいきます。お、はいはいはい。クザカ装備の破片箱とかも出てるんでね。バラン防具の破片箱。バラン防具の破片箱か。なるほどなるほど。こういう感じね。はい。まあ1回目は微妙でした。次、いきます。2回目。お!いいね、いいんじゃないの?これ、思ったんですけど、光ってなくても、討伐推薦書5000とか、こっちの光ってない側で出ると思うんで、ちょっと全体タップで全部いきましょうか。そうします。しゃあ。石魔線香。あ、いいね。本当の結晶。あ、まあ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 。あ、オーラね。神話か。神話アクセ箱。まあ、神話アクセ箱か。なるほどね。カプラスの痕跡1万5000は結構当たりなんじゃないか、これは。かなりいいな。これかなりいいですね。お、いいね。光りますね。はい、これ3回目ですよ。1000個と100個。本当の結晶。うんうん。武器の破片箱。お!神話最高ステータス!え、これ、いいじゃん。これいいじゃん。これ4とか出たら熱いな、これ一気に。サブの戦闘力上がるな。なんか光んないで悲しいな。あ、まあまあまあ、そういう感じですね。はい。はい。次行きたいと思います。次行きまーす。これ5回目でーす。1個だけ光りました。なるほどね。あ、月笠のかけらじゃん。これは結構いいと思います。っていうのも、ハドゥムの装備をまだ強化してない方は分かんないかもしれないですけど、ハドゥムの装備、
あの潜在力隠すのくっそ大変なんですよ。そう。で、月笠のかけらとか本当に足りなくなってくるんで、これはね、割と嬉しいかもしんない。割と嬉しい。多分地味に嬉しいやつかなっていうふうに思いますね。まあ、あとはこういうマス感とかこういうの破片が何気なくね、こういう36で出るから箱っていうのは、これはね、結構いいと思いますよ。うん。じゃあ次行きましょう。はい、2個光って。いやー。みたいな輝きを。でもやっぱ深淵のオーラも出ないんだな、なかなか。月笠か。はい、なるほどね。次行きます。残り、これが ?7 回目か。7回目でございます。さあ、当たってくる。あ!来た!来たー、オーラ。ちょっと嬉しい。オーラちょっと嬉しい、普通に。あ、オーラちょっと嬉しいな。オーラはちょっと嬉しい。これ20個か。もうちょっと、もらえるやつもあるかもしれないけど、まあまあまあ、いいや、いいや、いいや。はい、月がさ、なるほどね。はい、あと2回なんで、ちょっと、慎重に行きましょう。いきます。頼む!頼む!オーケー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 、ちょっと光ったの最後のこそ。よし、言いましょうか。こっから行きよう。頼む!赤が光れ!いや、じゃない、赤じゃない。紫!紫!お、お、ま、来た!また来た、神話の最高捨て出し物。あ、これ普通に嬉しい。あ、また来た!何?地味に嬉しい。地味に嬉しいよ。地味に嬉しい。だって、異物って、強化するのめんどくさいから、ちょっと嬉しいな、普通に。あ、ちょっと嬉しいな。さあ、ラスト来ました。これが、ラストになります。とりあえず、光ってないやつ開けていきましょう。なるほどね。まあ、錬金石の破片が7000個とかも、桁は違うけどね。いいけど。しゃ、じゃあ、祈りましょう。ちなみになんですけど、僕、ツイッターでね、太鼓投球のものを出たの見たんですけど、音違うし、排出の音違うし、光の輝き方が、ちょっとやばいんですよ。かっこいい。ちょっと弾きたいなって思うんで。いきます。頼む!いけ!紫!紫!紫!もう、まだあるじゃん。あと一個!あと一個!紫!ガーッ!結果、見ていきましょう。はい、はい、はい。はい、はい、はい。こういう感じですね。パールバッグに入ってるやつか、ちょっと見るか。パールバッグに入ってるやつで言うと、異物のかけらとか、500個とか、まあそういう感じですね。じゃあ全部、一応、集計してみますね、とりあえず。はい。ってことで、ちょっと集計してみました。ちょっと開けたりとかしてね、やってみました。それがこちら!はい。まあ、めちゃめちゃいっぱいね。もう、誰読むの誰よってくらい、いろいろ出てるの分かると思うんですけども。まあ、そうですね。突出して結構出てるなっていうのは痕跡かな。まあ、これはただただ1万5000のやつが、一気にガンって出たっていうのもあるし、っていうのもあるんで、まあ、これはまあ、別にだからといってこのガチャがカプラスの痕跡出やすいっていうガチャじゃなくて、これ考察するに、このガチャは特定の何かをまあ出したいっていうためのガチャじゃないんだなっていう感じかな。目玉商品は、まあ、ある。確かにエリアンとか、バランとかの太鼓とかっていうのは、目玉商品としてはあるけども、どっちかっていうと、なんかほんとやっぱイベントガチャって感じかな。なんかその、みんなの戦闘力とか必要なものっていうのを供給するよっていう意味合いが強いのかなーっていうふうに思いますね。で、暗いバランの証パック。これを買うかどうかっていうところですけども、美課金無課金の方は、これ買わない方がいいっすね。僕はね、1個買ったんですけど、動画用にね、揃えるために。買わない方がいいと思う。ってのも、僕、敵がない課金っていうのは、一番やっちゃダメな課金だと僕思ってて、目的がない課金でいいのは、まあ、僕が思うにですけども、それいいのは、推薦書石板。をなんとなく買うっていうのは別にありだと思うんですよ。それは知識として溜まっていく。まあ、永続的に上がっていくもんだからいいんですけども。と、あとは、まあ、今で言ったら光源石かな。光源石、これとかだったら、まあ、いい光源石持っていないよっていう方であったら、深淵の光源石とかで戦闘力がっつり上がることできますし、黒いオーラのね、吸収量っていうのも上がるし、あとは、神話の光源石。まあ、これいらなくなるんですけど、聖水にすることができるんで、まあ、使い道は全然ありますよね。うん。この辺かなっていうふうに思いますね。結果を踏まえて、
考察するにはこんな感じかな。まあ、無課金、美課金の方は課金するほどではないかなって思うんで、まあ、イベントの方で、狩り場の方でがっつり稼ぎましょう、頑張りましょうという感じになります。ということで動画の内容は終了。ここからは毎日少し強くなる、クロフェン毎日ラジオ、イエーイ。ということで今回はこちら、バラの明かしガチャ1回で当たり当てちゃおうぜチャレンジとなります。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということでガチャやってからのガチャ、リベンジマッチガチャやっていきたいと思います。さあ皆さん、今日はガチャ来ないと思ったでしょ。来ます来ますよ、来ますよ。っていうのもね、さっき回したんですけど諦めきれない。俺はね、紫を見たい、紫の光を見たい。そして今ちょうど手元に1個あったので、まあこれをやるしかねえなっていうことでやりたいなって思います。ね、ほんとだってこの、深淵の、どうします？深淵のバランの武器、防具とか出たら、もうやばいっすよ。これこそ本当に神。マジで神だと思う。いくらぐらい、なんかその、やばいですよね。ほんとだ、国を持ってるくらいの価値ありますよ。もうそのアカウントはもう本当に。国を保有してるね。うん。一国を保有する、もうあれを持ってる。もうそれはもう本当に価値を持ってる。それぐらいやべえものなんで、深淵のバランとか。まあ、エリアンはね、微妙ですけど、まあ、微妙っていうか普通ですけど、まあ、深淵のバランはやべえものになるんで、みんな気合い入れて引いていこう。そして当てちゃった人はぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで、皆さん準備の方はよろしいでしょうか？やっていきたいと思います。これ購入をしたらね、始まるんで、気をつけてください。いきます。まずは光らせましょう、みんな。光らせるぞ！ 3、2、1、光れー！光っていきます！た、よし、よしよしよし、いきます。いきますよ。光らなかった人はどんまい、光った人は行くよ！ 3、2、1、確認！いけ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 ！ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と重なった場合は火曜日がお休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。